弱者と結婚したら調子乗って不倫されましたまあまあ、結婚できたら他もいけるかもって思ってしまうやつはおるな。そうなんよな。手に負えんよな。弱者チいギューと結婚して離婚した。でもさ、多分やけどその弱者チいギューってさ、しばらくして戻ってくるやん。やっぱり俺間違ってた。またやり直せんかって。絶対来たよな。来たよな。100%来たと思うんよ。頼む。来ただろ。絶対来る。はず。 来ただろやっぱ来るんよなじゃあ、なんで来るかっていうと、二人ともそうやろそれはな、モうコちゃんとか、エビマヨマヨだよが、結婚してる男、そいつの男っていう魅力。人のものってやっぱよく見えるからね。そういう理由で、カスみたいな女が取ろうとしてきただけで、それをモテと勘違いして言ってしまっただけやん。で別れた瞬間に価値がゼロになって、本当にお前は俺を愛してくれてたんで、そこで気づくねんな、馬鹿やから。 だからやっぱあいつらもさ、根は悪い奴ではないんよ。てか、その場合ってな、一番悪いんって、人の男を取ったろうとして、わざわざモーションかけてる女が一番悪いと私は思うんですよ。そんなことしてしまったんお前。わ、まあ、かるよ 人生で初めてモテキが来たと思ったんだろモテキって人生3回来るっていうもんな。俺1回目来ちゃったとか思って。じゃあまあ、今愛してくれたこの女を最後の女にしてやろうと思っとったけど、もっといけるんだったら、もう何人か選んでから最終的に戻ってきてやってもいいかなぐらいの気持ちだったりするもんな。気持ち悪いくせにな。お前はその女のものやから、1ミリだけ価値が出てただけであって。 お前を愛してくれたその女さえなくしてしまったお前の価値なんてゼロ誰も相手してくれへん。そしてそのゼロを1にするのがどれだけ大変かもうお前にはできない。モテ期が人生で3回もあるわけない。モテる人間ってのはずっとモテ取るし、死ぬまでモテ取るし、モテない人間っていうのは生きてから死ぬまでずっとモテないよ。結婚してる人って余裕があって魅力的に見えるホビよね。だから、そういう風に見えるってだけで狙いに行くカスな女は、まあおる。破滅させたいんかな。 あら、サラーホイマってモテる人っているよお前、そんな人生経験ないんちょっと恥ずかしいよ、こんなん人に聞いてんの。いるよ逆に20代だろうか10代だろうか、どんなにピカピカで若かろうがモテんやつやっておるんやけど。